はい、来てくれてありがとう。コンビニ、コンビニ、タバコが切れちゃってさ、タバコ買いに行こうと思って。コンビニ行きます。寒いな、今日。足元気をつけてね。ありがとう、あやか。え？夜中に？彼女にも何か買ってってくれよ。いや、彼女あれっすよ、一緒に住んでないっすよ。今日家にいないっす今日いないっす、家に。はい、ワード2、配信で生計立ててんの。うんとね、配信だけじゃないね。A 型作業所っていうところで働いたお金も数万円あるし、生活保護を受けてるし、まあ多分ね、生活保護はね、1月1日か2月1日かで廃止になる予定ですね。それは、明日行って確認してくる。うん、気をつけるよ。ありがとう。その近く、銭湯行ったことある。っていうか、毎日のように通ってますね。障害者手帳を持ってるとね、そこの銭湯100円で利用できるんで、月4回まで。俺もノンタンもよく利用してるよ、銭湯は。は？どこに逃亡した？いやいや、彼女一緒に住んでないですよ。彼女実家があってよく通ってるだけなんで、同棲はしてないですよ、僕。ただ、配信つけるときによくいるだけで、仕事中とか家に帰ってるから、どんどんペットも飼ってるし、ワンちゃん1匹、猫ちゃん4匹飼ってんのかな。毎日毎日通ってるだけですよ。サウナはね、高いですね。サウナを利用する場合、プラスっていうか合計1000円です。僕はサウナは利用しないですね。サウナは追加料金なんで。東京サウナ高いよな。月4回ってどうやって確認？市役所からシールを渡されるんですよ。その障害者の人だけがもらえる銭湯の入浴券っていうシールを渡されるのね。で、そのシールを渡すと100円で利用できる。本当はね、新宿区はタダなんだけど、実はその家の近くにある銭湯、渋谷区なんですよ。だからそこは新宿区と業務提携して100円で利用できるようにしてもらってんの。本当はタダ。彼女泣かしたらすまんぞ。なんで彼女よく泣いてますよ。毎日通ってくれるなんて幸せだね。そうだね。でもすごい人気なんだよ。普通の銭湯よりもでかいの。スーパー銭湯と普通の銭湯の中間ぐらいだから、人気の銭湯で、すごいごった返してるよ。早い時間帯に行くとね、早めの時間帯に行くと空いてるけど、もう夜なんかもうすごいです。タトゥー入ってる人ばっかり。もんもん背負ってる人。泣かしたら覚えとけ。いや、泣かしたらっつうかな。まあ、ひどいことはしないですよ、彼女に対して。ただ彼女はメンヘラなんでよく泣きます。さあ、見え。
家賃は6万だね、俺の住んでるところは。家賃6万。コンビニで LL？ 何？え、何の LL？ コンビニ LL ないっすよ。うん。日本と離れすぎてちょっと感覚があれなのかもしれないけど、こういう感じですよ、日本は。銭湯は体洗ってからっていうか、体を流してきれいにしてからお湯に浸かって、その後体洗います。僕は今184番のタバコください。はい、あ、持ってないです、大丈夫です。はい、はい、どうも。え、日本に住んでないの？今も何？海外からコメント打ってるってこと？マジか。え、日本に帰ってきてんの？今は。リュウさん。これ新宿ですね。ここは新宿。あの、西新宿のエリアなんで、こんな感じですね。あの、宇多田ヒカルのお母さんとかが住んでた方だね。もう死んじゃった。飛び降りちゃったけどね、高層ビルから。こちらがローソンで、こっち側にファミリーマートがあって、奥側にはセブンイレブンがある。オリジン弁当と。この辺は西新宿5丁目の駅前ですね。ココナッツミルクうまいよね。俺も好きだよ、あれ。太った？まあ、デブってるよね。人生で一番デブってるからね。とりあえずコーヒーとタバコを買ってきたの。コーヒーとタバコ。住所が新宿ってすごい。まあ田舎の人からするとそうかもしれないけど。お、広瀬すずさん、バーガーありがとう。うん、まあね、新宿ね。俺は恵比寿とかに住みたかったんだけど、まあさすがにホームレスだったから、だから生活保護を受けるときにあれだよな、恵比寿とかで受ければよかったよな。もったいないことした。車逆走してないか、それはあの日本だからですね。日本は左車線なんで。海外行くと引かれそうになるんだよな。バーガープレゼントありがとう。太ったよね俺。だからこの辺から見る景色は綺麗だよ。あの高層ビル群、ちょっと配信だと伝わらないけど、マンションがいっぱいあってキラキラしてて、その場所で違うんですね。そう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 。まああのみんなね、住所がないと生活保護を受けられないと思ってるけど、そういうことじゃなくて、例えば北海道に住んでる人が広島でホームレスになりましたっていうと、広島の区役所に相談した場合、広島の区役所で生活保護を出すっていうルールがあるの。
だから住所がどこでも関係ないの。自分が行きたいと思った区役所、今いる区役所のところで生活保護っていうのは申請できます。受給額は違いますよ。あ、じゃあ家に着いたら生活保護あるあるを話そうか。生活保護 Q&A やります。定期的にやらないとね。っていうか俺、彩香のツイートめちゃめちゃ笑ったんだけど、縄文人がわからなかったっていうのあれクソ笑ったんだけど、お前俺のリスナーだったらその話何回もしただろうと思って、縄文人って何とかアイヌ人って何とか言ってて、いやいや、ワゼミの受講生として恥ずかしいだろ。特定されないの大丈夫？俺さ、和道だよ彩香、俺和道だよ。特定なんかもうとっくにされてるわ。特定怖かったらやってらんないから、そう、あいにく俺和道なんだな。特定が怖いとかね、最初の半年ぐらいだけで、来れるもんなら来てみろだよ。花火ありがとう。うん、またまた、リュウさん頑張ってください。楽しかったです。また絡んでください。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。